もです。こんにちは。さあ今日も天気がよく、元気に大工ちゃん走らせているんですけども、もう5月入りまして、よくよく考えるとだいぶ購入してもう約1年もう1年ですね、が経とうとしておりますと。ほんで多分ね、大型免許を取って、大型バイクねすぐ、乗る方とかいらっしゃると思うんですけど、僕もね、大型免許を取ってすぐにこのダイゴを購入したんですけど、もう大型のバイク一発目がこのダイゴで良かったのっていうところで、ちょっとねいろいろ考察してお話ししていきたいと思います。はい、ということで、まあ、今回はね、大型バイク一発目がこのダイグちゃんで良かったのかっていうことなんですけど、まあ、結論から言いますと良かったです。はい、もうこれはまあ間違いないですね、良かったです。ただね、1年、乗ってきた間でやっぱりいろんなバイク見るじゃないですか。でね、やっぱね他のバイクどんなんだろうとかね、まあ興味を持ったりすることはあったんですけど、まあ実際自分で購入したこのダイグっていうのはやっぱりまあ間違いなかったなと、良かったなっていうのがまあ結論ですね。ただねやっぱり4気筒のバイクがまず大前提で欲しかったので、でその4気筒っていうので絞っていくと、大型バイク、そうですね、650の CBR、CB、 あの兄弟ですね、ホンダのね。であとは Z900RS とか、あと忍者1000とかね、鈴木の GSX-NR とか、今はいろいろあったんですけど、たまたまそのバイク屋さんにいた時に、まあ、このダイグちゃん見てですね、一目惚れで即決で買ったっていう、その店にはCB 1300のスーパーフォワードがあったんですけど、なんかねこの川崎に魅力を感じてですね、川崎のダイグちゃんね魅力を感じて購入しました。まあまあ条件も良かったっていうのもあったんですけど、ワンオーナー車で2016年モデル、まあ最終の年式ぐらいですねモデルで、でもうほとんどノーマル、だったんですよ。あんまりカスタムされすぎてる車両とかちょっと嫌だったんで、まあこれまあちょうどいいのがあって、まあだいぶ高かったんですけどはい、購入しました。なんでまあまあ一発目これで良かったなって思うんですけど、ただねやっぱりさっきも言ったように他のねいろんなバイクね4気筒のバイクあるんで、まあ乗ってみたいなっていうのはあるんですけど、まあそんなはまあ乗りたいって本当に思ったら、まあバイク屋さん行ってレンタルでちょっと乗ってみたらいいんかなっていうふうには思ってますね。皆さんもね、まあ普通自動二輪の方でも大型自動二輪の方でも、まあ免許取ったらね、まあそれ相応のバイク買うと思うんですけど、結果やっぱりなんちゅうんですか、自分が超気に入ったとか一目惚れとかってもうそんなとこだと思うんですよ、購入動機ってのは。なんかしこたまなんかエンジン性能を調べてとか、なんか車体の幅が長さがどうたらとかっていうとこまでは見ないと思うんですよね。もうはっきり言っても見た目だと思うんですけど、僕はもうその点で言うとこの見た目でこのダイグちゃん買って、よかったなっていうふうに思ってます。ただねやっぱりいきなりリッターオーバーのバイクなんで、まあ正直言うと一番ネックなのが重さ、246kg だったかねこのバイク、だいぶ重いですよね。だから 250cc 乗ってた時みたいに気楽にねさあバイク乗ってっていうことがちょっと減りましたね。
正直ちょっと出すのが面倒しんどいっていうのはあります、うん、まあただね、まあ言っても乗ってしまえばねそんな重さを感じないんで、うん、どんなバイク、まあ250とかねでも同じ感覚で、まあ、乗れちゃうんですけど、まあ出すのだけっすよね、しまうときと重てえって思いながら動かすんですけど、うん、なかなかまあ、僕の場合持ち家でそのバイク用の駐車場作ってるんで、まあ、その中で動かすからまだ楽なんですけど、で駐車場借りてるとかねなんか、うん、してる人とかって大変だろうなってちょっと思いますよね、うん、そうだからねちょっといいんはいいんですけど、リッターバイク、リッター越えのねこのバイクいいんですけど、その取り扱いがねっていうところだけがちょっと苦労するなっていう感じですね。まああとはね、まあ4発のバイクなんで本当はねこう分回して乗りたいっていうのはあるんですけど、このリッター越えのバイクでそんなことしようもんならすぐねお巡りさんに捕まっちゃうんでそれができないと。今も実際、まあ、4速2500回転ぐらいかな、でまあ55キロぐらいですか、うん、まあこんなもんですはい、もう低燃費走行みたいな、うん、全然回せないです、うん、かといって、まあ、僕自身もねそんなね分回して乗る、うん、まあ、乗ってみたいけど常にそれをしたいかっていったらそうじゃないんで、まあせっかくのね排気量でかいバイクなんでね、こうどしっとゆったりと乗れたらいいと思います。で全然このダイグに関しては日本国内だけの販売車両らしく、日本人向けに作ってあるらしいんですね。あ、なんでね、レッドゾーンもねこれ入って9500回転からレッドゾーンですね。だから他の4気筒に比べておそらくですけど低中速寄りのセッティングなのかなというふうに思います、うん、なんで実際そのなんていうんですか、発進時とかでトルク不足を感じるとかっていうのは全くないですね、うん、スーッと言ってくれます、うん、だからはけてそういう意味では乗りやすいですよね。変にアクセルワーク気を使わなくていいっていう、うん、感じですよね、うん、回したいよな、無理だろうねサーキットでも行かない限りは、うん、まああとは、うん、ネキッドスタイルっていうことで、まあある程度、アップハンド、僕ちょっとねハンドル変えてるんですけど、ダイルの場合アップハンドルっていうか低めの、まあ、バーハンですよね、うん、セパハンとアップハンの間ぐらいみたいな、なんでちょっと前傾になるんですけど、手足短い系の僕にはまあまあ前傾だったんですよ。なんで少しだけ起き上がって手前に来るハンドルに交換してます、うん、これでね全然楽になって、手足短い系のおじさんでもねだいぶ楽に運転できるようになったんで、これでいいかな。まあ若干前傾はしますけどね、まあ、これぐらいで許容範囲かなというふうに思ってます。あ、後ろからバイクが来たな。ちょっとね、どうなんだろう、先行ってくれんかな。あまり後ろに疲れてると辛いんでね、ちょっとどっかでウインカー出して先行ってもらいたいと思います。どうぞ行ってくださいよ。はい、先行ってもらいました。僕はねゆっくり流していきたいんで何話してましたっけあ、そうそう、ハンドルね、うん、なんで SS モデルとかだったらねセパハンでも言ったら姿勢がある程度固定みたいな感じになると思うんですけど、まあネイキッドモデルとかこういうタイプはねこのハンドルを変えれば自分に合ったそのポジションの調整が、まあ、できるんで、うん、
気に入ったバイクでね、自分の乗りやすいようにカスタム、するのもありかなと思います。うん、であとダイグちゃんね、いいところって言ったらね、あのカスタムパーツがやたらとありますと。もう好きなようにできる。ただね、二輪のね、あのバイクパーツって基本高いっすよね。うん、おいそれとこう買えるものじゃない。奥さんのね目を気にしないといけないというところもあるんで、とりあえず必要な部分からあのちょっとね手を加えて乗りやすくしていこうかなって感じでやってます。まあね、オーリンズのサスとかね、あの入れてみたいですけどね。まあ高いですよね、20万前後ですか。なかなかポンとは買えないですよね。だからあのフルカスタムしてる人ってすごいなと思います。羨ましい。まあ僕はね長い時間かけてやっていきたいと思うんで、はい。あとね、今ちょうどね山道の方向かって走ってるんですけど、まあ、大工ちゃんねさっき言ったように走り出したら結構軽いんですよ。うん、スイスイとね、まあ SS みたくヒラヒラとはいかないんですけど、結構ねこうぬたーっとね曲がっていく感じでね、僕は結構好きなんですよね。あの速いコーナリングではなくて、あの程よいそのスピード感で、うん、程よく曲がっていけるっていう、このなんていうかな、気持ちよさ、うん、はあります。うん、なんで結構ジムカーナーとかでもね、このダイグ使って乗ってる方とかいらっしゃるみたいで、結構ねレスポンスもね、エンジンのねレスポンスもいいんで、結構ね使う用途としては幅広いんじゃないかな、いろんなニーズの方要望応えれるバイクなんじゃないかなって思いますね。うん、まあ何よりもねやっぱね見た目がかっこいい。うん、こんな感じですね。さあそろそろ山道をねくねくねと走っていくんですけど、やっぱりねバイクってねこういう道走るのがやっぱ楽しいですよね。ある程度こうコーナーが続くようなところっていうのはバイクを操作してる感があって、まあ上手い人下手な人いろいろいますけど、まあそれぞれがね楽しんでね走れたらいいんじゃないかなって思います。もうダイグちゃんね結構意外に得意ですよ。ヒラヒラ、ヒラヒラじゃねえな、ぬたぬた。で結構ね、ダイゴ重いんですけど低速コーナーでもね安定感があるんで、あんまり怖さがないんですよね。二足固定です。三足入れる必要もなく、なんでまあ言うとそんなに頻繁に、ギアチェンジはしなくていい感じですよね。そのギアチェンジももろもろ楽しみたいっていう方は、そうですね、250のバイクとかがちょうどいいと思います。まあまあ大型バイクだったらほとんどがもう二速でこれぐらいの山道だったらね、ずっと、楽しく行けるんじゃないですか。まあ僕そんなに攻め込む走りはしないっていうかできないんであれですけど、分かんないですからね。あと
構ねこう山道こういう落ち葉とかがねあったり砂利があったりするんで、あの皆さん走るときは気をつけてください。こけたらシャレにならないですからね。もう僕はこかしたくないってこけたくないって。安全なスピードの中で楽しむ走りをするようにしてます。レーサーじゃないんでね。よいしょ。やっぱ楽しい。キロ以内の範囲で抑えて走ってるんで無理はしてませんね。楽しく走れる領域です。
あ、やっぱ台は気持ちいいです。さて、ちょっと奥入ってね、一服してちょっと休憩したいと思います。よいしょ。さあ、ではね、いろいろね喋ってきたんですけど、まあ結局この大愚ちゃんが一番ということですね。もうね、気に入ってるから仕方ないですよね。うん、まあね、とりあえず皆さんも最初に買った大型バイクっていうのはやっぱね、いろんな思い入れがあってね、買ってると思うんで、多分ね、それがね、やっぱ絶対的に一番だと思うんですよ。うん。で、しかも大愚ちゃんね、もうね、生産終了してね、もう新車で買えないバイクっていうことになりますんで、はい。まあね、大事に取っていきたいと思います。いやー、やっぱいいわ、いいか。開いとんな。開いとやんけ。あっちゃ。よし。よっしゃ。じゃあね、いろいろ喋ってきましたが、ここら辺で動画終わりたいと思います。まあね、皆さんも最初の1台大型バイク大事に乗っていってほしいと思います。はい、それではね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。さあ、行きますか。サクッとね。よいしょ。あ、いい音。はい、さらっと走って帰りたいと思います。